はい、どうも皆さんこんにちは、テツティです。今回ね、チャンネル登録者数が184万人ってことで、あと16万人で200万人ってことでね、その直前だったところなんですけども、今、巷でね、ちょっといろいろ YouTube 見てる方ならわかると思うんですけど、賭博のことなんですけど、やっぱそれで結構いろいろ炎上したりしていらっしゃると思うんですけど、それについてのやっぱ謝罪の動画をこうしなきゃいけないなと思って、急遽、ドバイの方からね、帰国しまして、自家用ジェットなんでね、ちょっと急いで帰ってきました。こういうさなかなんで、ちょっと隔離っていうのもね、ちょっとパスして私の方は来れたんですけども、自家用ジェットなんでね、反省しております、やっぱり。なんでね、態度で示さないとなと思って、やっぱそれはやっぱ形でね、示させてもらわないといけないと思って、今日はちょっとスキンヘッドにねしようかなと思って、番組の最後の方にちょっとスキンヘッドにしようかなと思って、はい、ちょっと今回はそういうの動画を撮らせていただきました。でもネタとかじゃなくて本当に反省してるんで、今日もドバイ帰ってきて、その足で羽田からバスで、銀座に寄りまして、でランチを、ミッドタウンの方でね、日比谷のミッドタウンの方で食べて、でその後、ミッドタウンっつってもフロアのところでカップラーメン食べたんですけど、そしたら注意されてまた炎上するかなと思って、有名自分がだったりするんで、なかなかやっぱあれだったんで、それでルイ・ヴィトンの方でね、いろいろ銀座だったんで、お買い物しようかなと思ったんですけども、クレジットカードの方忘れたんでね、ちょっと買うのやめようかなと思って、買い物に来てる方にね、お金を貸してください、このバッグ欲しいんでってで言ったんですけど、やっぱはみたいな、誰みたいな、貸せないよみたいな感じで言われたんで、たまたま多分僕のこと知らなかったんだと思うんですけど、知ってたら多分顔が信用あるし、 YouTubeね、もうやってるし、やっぱ YouTube やってる1864万人のユーザーがいらっしゃるんで、皆さんが信用でね、お金なんてすぐ借りれるんですけど、僕になると。でもたまたまその方はね、年もそんな、そうだよな。だから多分 YouTube 見てない層、25歳ぐらいの若い方、女性と男性2人だったんですけど、多分、ちょっと YouTube の層じゃなかったのかなって思って、お金の方は借りれなかったんですけど、はい。それでね、ルイ・ヴィトンと、その後シャネルも行ったんですけど、香水が、欲しかったんで、ちょっと香水タダでつけれるコーナーあるじゃないですか。それをつけて、つけすぎたら店員さんに怒られたんですけど、普段顔パスなんで、いくらでも、ちょっと試供品でも、テスターでも持ってってくださいとか言われるんですけど、今日はなんかちょっと怒られたんですよね。はい。そういう意味でも、やっぱ世間僕のことの賭博のね、ことに対してやっぱりちょっと炎上してるっていうのがあって、厳しいのかなと思って、やっぱりヘッドスキンにしようかなと思って、頭つるんぱにしようかなと思って、今日の動画を撮っております。ふざけてないです、本当に。賭博はやっぱり良くないし。そんな中ちょっと一応、いつもの動画のね、ファンの方も見てらっしゃると思うんで、ちょっと恋愛相談の方を一通だけ読ませていただいて、その後に、どんな賭博をしたのかってことをして、謝罪動画としてスキンヘッドで収めさせていただければなと思います。はい。はい。じゃあ、それでは、一通、今日も、ミキシーの方から DM が来てるんで、そちらの方から。はい。今日、彼女と別れました。はい。残念。それはね、嫌なことありますよね。で、その後にその彼女の、家に、待ち伏せしてもう一度チャンスがあるかと思って、しつこく家に行ったら警察を呼ばれて、警察と喧嘩になってしまいました。もしあれでしたら、その後の彼女と付き合える方法を教えていただけますか。チャンスはあると思ってるんで、しくじったらね、何度でもチャンスあると思うので、なんかアドバイスいただければなと思います。はい。普通はだから彼女振られてあれでしょ、その家まで待ち伏せしてもう一回チャンスあるんじゃないかみたいなっていうのだ。それはもう普通の人の答えはストーカーだしやめとけみたいなさ、もう一回振られたんだから家までいるの気持ち悪いよみたいなのになるじゃん。僕もそう思いがちなんですけど、違うんだよね。だから待ち伏せの仕方がやっぱかっこよくないと、その一回目のそのフォローをまくれないじゃないですか。だからやっぱ振られちゃったってことは自分になんかあれがあったわけだし、火があったわけだから、でやっぱりその家の前で待ってる時に、でやっぱスキンヘッドですよね。やっぱ髪型、毛なんて生やしてたらなんかさ、ヒゲもそうだけど反省してないじゃないですか。僕さ、後でヒゲも剃るしスキンヘッドにしますけど、でやっぱスキンヘッドにして、で洋服もやっぱりカッコつけた方がいいと思うんで、坂膳っていうね、紳士服のお店があるんで、そこで大きい服っていうのが今流行りのオーバーサイズとかあるじゃないですか。で坂膳で 4XL みたいなのを買って
て、でダボダボのなんか今流行ってるオーバーサイズが、でそれのあのブランドはあのなんだっけな、あるんですよ、あのカール・カナイとかショーン・ジョーンとか、まあ、昔 B-Boy の間で流行ったんですけど、それもしあれでしたらネットで調べていただければ、まあ、そういうものを着て、であれですよね、でやっぱ髪の毛は半分あった方がいい可能性もあるんで、もしかしたら振られる可能性もあるから、マジックってあるじゃないですか、こう書く。で、こう、ここで、まあ、江口洋介の髪型は昔髪長かったんで、ここら辺までこう黒く塗って、こっち側だとこうロン毛でかっこいいみたいな感じにしとくと、いや、スキンヘッドがダメならこっちでもいいんじゃないかみたいな感じで多分2回チャンスあると思うんですよ。うん。はい。ってことでね、もしあれでしたらそれを試してみれば、多分待ち伏せ、いつも通りの格好で待ち伏せしてるよりも、チャンスがあるし、2回チャンスがある。ロン毛スキンヘッドチャンスっていうのがあるから、世の中には。うん。すごいいいと思うんですよね。はい。まあ、こんな感じでもうちょっと今日はしゃいじゃうとちょっとあれなんで、まあ、真面目に答えたんですけど、はい。はい。ってことで、悩み相談でした。はい。次なんですけども、やっぱ、その、僕が賭博したっていうのは、まあ今、YouTube ですごい炎上してて、いろいろこう話題になってるんで、まあこれでね、チャンネル登録者数も200万人届かないかなって思うんで、ちょっとあれなんですけど、やっぱ僕が賭博したっていうのは何をしたかっていうと、その友達とね、やっぱ夜、やっぱゲームやってて、桃鉄なんですけど、で、負けた、一番お金持ってなかったやつが、最終的に、まあ、ビリってことで、コンビニにお菓子を買いに行くっていうね、ことをかけてしまったんですよ。で、ある、まあ、僕、哲也って言うんですけど、もう一人、哲夫ってやつがいて、まあ、紛らわしいんですいません。はい。で、哲也が勝って、哲夫が負けたんですよ。で、哲夫が、哲也のお願いを聞いて、哲夫がセブンイレブンに行って、哲夫が、だから買いに行って、うん。で、まあ、焼きプリンを買ってしまった感じなんですよ。で、それをやっぱりゲームでね、賭け事っていうことで、そういうことをしちゃいけないなっていう、哲夫くんに対して、やっぱ申し訳ないし、そういうので賭博っていうことをね、してしまって、本当に申し訳ないなっていうことを今日は、本当に謝りたいなと思って動画撮りました。はい、哲夫さん、そして視聴者の皆様、ご迷惑かけて失礼いたしました。まあそんな感じで、今後ね、まあ失敗したこともあると思うんですけど、まあいろいろこう反省した絵をね、いろいろ撮っていければなと思うんで、まあ YouTube 少し休止するかもしれないし、まあもしかしたら、Tinder の方でね、配信するかもしれないし、まあ僕がいっぱい携帯持ってれば何回も僕が出てくるっていう可能性があるじゃないですか。だからそこでやっぱこうスキンヘッドにした自分を見せられればなと、Tinder でスキンヘッド、どの姿をね、何種類か見せられればなと思ってやろうと思います。はい。ってことで、はい、ちょっとスキンヘッドにしたいんですけど、ちょっとめんどくさいっていうか、ちょっとその道具がないっていうかね、うん、なんでちょっと今日はちょっとできないっていう感じなんですけど、まあ、もしあれでしたら概要欄の方に振込先とビットコインでね、僕の方にちょっと振り込んでいただければ、今ビットコインが500万ぐらいなのかな、だから2ビットコインくらい、まあ、1000万くらい入れていただけると、それで、カミソリと、シェーバーの方買えるかな、なんて思ったりしてね、はい。思ってるんで、もしあれでしたらね、概要欄の方から、はい、Tinder の方もちょっとね、登録すると僕の方にアフリエイトが入ってきたりとか、するかもしれない。まあ、そんな感じで、はい、今日は、失礼いたしました。はい、本当に申し訳ございませんでした。世の中の皆さん。はい。まあ、この動画もね、決して再生回数稼ごうとかそういうことではないんで、まあ、反省した一面を見せられればなと思って撮りました。はい。また、いつか会いましょう。Tinder の方で、会えればなと思います。その時はスキンヘッドにしておると思います。ありがとうございました。鉄井でした。失礼します。